今年2月、国の登録有形文化財に登録された小樽の銀鱗荘。来月、将棋の藤井聡太七冠の王位戦も予定されている歴史的建造物の内部が特別に公開されました。登録証をお渡しいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。鈴木知事が出席して行われた国の登録有形文化財登録記念式典です。小樽のね、宝物だと思うんですよね。北海道の宝として守り育み、地域の発展を主に活用していく。登録されたのは現在ニトリが所有する銀鱗荘旧本館とグリル銀鱗荘です。この建物をですね、ずっと後世にもですね、残していって、後の人にもですね、ずっと楽しんでいただく、歴史を知ってもらうっていうところはすごく大事なので、これからも保存していきたいと思っております。北の春はニシンで明ける。江戸時代から昭和初期にかけて北海道の西海岸一帯は押し寄せるニシンに沸きました。漁で財を築いた網元たちはその意向を誇るかのように豪華な家を構えました。銀鱗荘旧本館は明治時代後期に今の余市町に建てられた大網元の屋敷、いわゆるニシン御殿です。1938年に小樽に移築、宿泊施設に改修されました。50畳の大広間、神棚や囲炉裏などがニシンで栄えた時代を今に伝えています。グリル銀鱗荘はニシン倉庫を1941年に移築して水産記念館になった後、今はレストランに。来月には将棋の藤井聡太七冠のタイトル戦が予定されています。とりあえずお伝えできるのはこの銀鱗荘で、王位戦、竜戦やるというところなんですけども、我々の自慢の50畳の大広間ですとか。対局場所は決まっていませんが、堂々とした大広間やオーシャンビューの新館スイートルームなどを提案したいと話します。なお恒例の勝負飯や勝負おやつは未定ということです。石狩湾を見下ろす裏庭には敷地内に源泉を持つ露天風呂もある銀鱗荘。見て触れて楽しめる、体験できる文化財を目指しています。